はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルエプヌシのピヨタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回やっていく武器はこちら、ででん、ヒーローシューターレプリカとなっております。こちら9番ボムウルトラショットを持っている、スプラシューターと見た目が変わっただけの全く同じものです。本当にもう見た目が変わった以外、メインの性能、射程も威力も、もう全部何もかもが同じです。スプラシューターはね、いたいた、こんな感じでね、全く変わりがないの。これがスプラシューター。いやー、隣同士に並べたい。こんな感じで、全くもって違いがないものとなっております。ほんと側が違うだけで、この武器なんですが、ヒーローモードという、まあシナリオモードみたいなストーリーモードをクリアした時に、もらえます。はい、で、もらえたっけガバガバガバ、ラストスパートと、インク効率のサブ2つでやっていきたいと思います。ルールはガチアグラ。ヒーローシューターレプリカってクリア報酬じゃなかったっけ？どっちだっけ？いや、なんかクマの耳と混じってんだよね。あれは隠しやかんだよね。あれ、どのタイミングでもらえたっけ？もうちょい前からもらえたような気がしなくもないけど、まあヒーローモードというものに関わっているのだけは確かです。はい、ごめんなさいね、信憑性のない情報をばらまくつもりはないんですが、調べてないんで、全ての情報に信憑性がないですじゃあダメじゃん。まあとりあえず頑張ります。さあということでやっていきましょう。お相手はリッター 4K ボトルガイザースプラシューターコラボコーツガロン。こちら側スプラシューター、ヒーローシューターレプリカ、ヒッセン、ジムワイパーですね。やばいのはリッターですね。リッターとボツと、あとはまあボトル持ってる人がどれぐらいの連動かっていうところにもよりますかね。あっべ、とりあえず嫌がらせ、はい逃げまーす。危ない、死ぬかと思った。うわダメかと思った。飛ばせ飛ばせやば、何あのスペシャル連打、こーえ。はい、リッターに撃ち抜かれないように隠れます。リッターはどこ、これはさすがに無理。はい乗ります。はいナイス、ボトルそこね。ほい、リッターの位置が分かんないのがめちゃくちゃ気になるが、はい、ダメか。リッターどこいた、マジでリッターが見えない。あ、いたいたいた、高台にいたね。まあリッターに狙われてる状況のまま飛ぶのはね、ステジャンとかついてないからちょっと自殺が過ぎる。マジでリッターのところだと締め締めだよ、あんなの。スペシャルために行きましょう。ラストスパートなので攻められてもある程度はなんとかなります。さあリッ、よいしょ、とりあえず OK、 うまくいった。 OK、 ナイスナイス。ほっ、いいよ、ナイスウルトラショット。そして輝くウルトラショット、オッケーナイスナイスナイスウルショ、リッターを撃ち抜いた。まあ今回リッターからしたらやりづらい編成はしてたよな。ナイス勝利、幸先のいい勝利。僕あの掛け声と共に撃つの好き。おいナイスゲーさん、プースカウターと海賊帽のやつがグータッチするのなんか面白いな。両方ともあんまり協調性なさそうな感じなのに、孤高のサイヤ人の王子気取ってそうな方と、すげえなんか部下とはグータッチしなさそうな感じの手がフックになってそうな見た目のやつお互いに片目が隠れてるのよ。スカウターも眼帯もで両方ともさ、左目左目左目か左目が隠れてるのよ。
なみに固めでゲームをするのとかはあんまりね良くはないっていう感じなんですが、まだゲームはいいんですよ。日常生活を固めで送るのはやめましょう。一回ね、目が悪くなったなら、右目が悪いのならば左目を悪くすればいいじゃないと思って固めで生活しようとしたことあったんですが、マジで遠近感狂うのでやめましょう。はい、そんなバカなことする人はあんまいないと思いますけどね。そんなバカなことをする人はあんまいないと思いますが、何そのやべえ思考のマリー・アントワネット。いや、マリー・アントワネットの時点で思考やばいんだけど、パンがなければケーキを食べればいいじゃないという、その時点でやばいんだけど、それをはるかに超える自分のやばさっていうのがあってよね。右目が悪いなら左目を悪くすればいいじゃないって。別に何の解決策にもなってないのよ。ちょっといい方が同じ方に足並み揃えに来るだけで、両方とも最底辺に引き落とされるだけなんだよな。さあやっていきましょう。お相手ダイナモローラー、トライストリンガー、シャープマーカーネオの若葉シューター、こちら側は若葉シューターヒーローシューターレプリカ、スプラシューターの必戦、より単射程になったね。向こう側トラストとダイナモがいるので、その2人をどれだけまあ牽制し続けるかっていうところですね。トラストとダイナモが怖いから登ってくるんじゃないの。怖い。オッケー、乗りまーす。オッケー、ウルショギリギリ間に合っち。乗りまーす。ここに貼り付けて、はい。綺麗に全部外れた。若葉か。四角を防げないのは自分のせいですな。まあといっても逆に言うと四角なんだよなあいつ。ほんと羨ましいわ。銀モデラーなんて五角だぞ。五角イラ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 イ。スプラッシュボムの爆風か今。マジか。まあしょうがないか。よいしょ。よし、割れた。はい、オーケー。やるしかねえぜこの場所は。乗れ、行け。ほっ、オッケー、うまい。ナイス9番。マジで9番っていうのは刺しておくと刺しとくだよな。おいおい、ファイヤーボルト外れた。これはまたお見事に外れましたな。ふわっふ、あっと待たれよ。あっと危ね、マジかよ。上からだったら大丈夫い、大丈夫い次回復。そこは知らね。近づくんだったら仕留めてやら。アメアラレイ、オッケー。壁の塗りもこれで同時に担保していく。逃げます。オッケー、ケイ、うまい、うまし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 、さよならバイビー。こちら側の方が依然リードは変わらず、とりあえず逃げる。ウェブウルトラショット、ウルトラショット、ナイスウルトラショット、ウルトラショットぜー。うわい、ウルショが強いと言った直後に9番ボムでやられていく僕。ただウルショやべえな。意外と得意なんだね。なんかヤグラってさあんまりって感じがするんだけど、確認になってるせいで本当に決めやすさが段違いなのよ本当によ。
なんで3発も飛ばしちゃったの。一発でいいのに。なぜ螺旋状に3発飛ばしてしまうんだあいつは。さあいいよ。はい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 、うまい。謎にうまいわ。うまい。ナイス。はい、来た白を塗りたくりました。はい、コッココッコポケットモンスターコッコ、オッケー。ただいい感じに3オツ VS3 オツ、うまいな。でもウルショで結構な人を持っていけてる。うまいうまいうまい、飛びましょう。これはナイス、やったぜ。味方が強え。いやでもウルショで結構敵撃ち抜けたんじゃない。これ結構いい感じにできたと思うけど、これでもキル1位は取れてないか。結構キル取ったはずだけどな。11-2ぐらいは。おはやった、またスカウターの人がよまたスカウターの人とやったんだけど。何、固め同盟でもやってる。ほら12キール、イエーイ。12キール4です。優秀なスコア、ナイス。9番絡めて矢倉城の攻防が得意で、それ以外の時は基本的には遠くからウルトラショットバンバンみたいな感じだね。うおー、13キル取ってる必戦がいる。まあ矢倉必戦強いよな。でもお相手待って、お相手もキルすごくない。これそんなにキルされた記憶はないんだけど、他の人が結構キルされてんのか。逆に言うと僕なんであの試合そんなキルされてないの。うん、4ですじゃん僕。結構矢倉ポコポコ乗ってたんだけど、うまく逃げられてたんですね。まああとはなんかやられそうな瞬間吸盤を置いてそこら辺に逃げてる。いい加減にしろって言われた、反省します。いい加減にしろだって。マジかよ、そんなに僕尺に触ることしたっけ。いや調子には乗ってるな。いいじゃん、調子にくらい乗らせてくれよ。調子に乗るっていうのはな、健康なメスガキの証拠なんだぞ。メスガキじゃねえけど僕。よいしょ、ザーコザーコって言わせてくれよ。あんま僕言わねえよ、あんまっていうか基本言わねえな。さあお相手イグザミナー、若葉シューター、若葉シューターボールドマカネオ、あっとで、必戦ヒュー。オッケー。はい。ブリッジ！それ食らう？マジか。スプラッシュボム後ろにあったけど、高さ的に食らうのか、あれで。さあ、こちら側が、スプラシューター、ヒーローシューターレプリカ、若葉シューター、あとはスパイガジェットか、あれ。あんまりやられたくはねえんだよな。うえっ、まい。よく今の場所で耐えるね。ボルマのネオ強い。ようやるわ。よいしょ、頑張っていくっきゃね。まだまだワクワク冒険止まんねえぜ。さあ、いやー塗りが結構まずいね。あー潜伏してたー、マジか。あースパイガジェットの人あれなんだ、受け身術なんだ、珍しいね。スパイガジェットって別にそんなことやんなくても大丈夫な部類のはずなんだけど。はいじゃ、一人は落としたが、お、うまい、ナイス。さあ頑張れ。ここは飛ばれるとまずいから削っておいて、周りに潜伏されてないか警戒度を上げて。ここから帰っただろうな。でもい
オーケー、ナイス9番。さあララッと、ウェイウェイ、ここ塗っとこ、ララッラッラッ、こらよ、ウェイ、オッケー、ヒッセン、ヒッセン、いる、逆サイいる、一発かい。いやー、対面がうまいのよ。収録時間がバレる。どうも、22時30分にスプラトゥーンを撮っている僕です。この時間を遅いか早いか普通かと感じるのは、その人のゲーマーとしての進行度合いによるでおる。よし。逃げたね。ダメか、側面にいたか。イグザミ、お、ナイスバリア、飛びます、よいしょ、さすがに無理か。さあでも一人飛んでくるから、それでなんとか。オッケー、ナイス関門突破。向こうには強制カウントストッパーっていう存在が特にいない。いや、やばばばばばば、いい感じまで言ってるんだけど、いい加減にしろにやられた。本当にいい加減にしろって言われた感じだな。さあこちら側は一応ラスパが微妙に発動してる状態、微妙にっていうか、まあまあ最大値ではないけど、まあまあな量は発動している状態です。はい、複製ロリカミレクイエム的な感じのサムシング。うわマジか、そこ当ててくんのか、うまいね。やばい、ここは削り切るしかねえんだ。向こうを取っておかないといけない、絶対取られてはいけないこの盤面だから。ああ取られてはいけない盤面なんだ、くそー、やられた。まあしょうがないか。さてやられてしまった。これはまあお相手が強かったね。くえ、本当にめんどくさい感じの戦法でした。最初ご利用されてからがきつかったね。あとは防衛に入ればっていう感じだった。急です、やられたね。さあということで、あとラスト1試合、そうだね、あとラス1、みんなでもデス数は多くて、逆にさっきの試合だったら僕が一番デス数だけで見ると少ないんだ。9デスだぞ。てか若葉やばくない？お相手の13キル1です、うまっ、それはうまいな。あの状況で1です、タラポートは打開がしづらいとはいえ、やっぱきついものはマヒマヒよりも絶対タラポートの方がステージ回収すべきだと思うんだけどな。さあどうだろうね、これに関しては僕個人的な意見が。いやーもうね、それってあなたの感想ですよね。そうだよ、俺の感想だよ、そういうレベルです。さあ9番ボム、こうなんか爆風として周りにビチャビチャっと飛び散る分大きいね、こう見ると。さあ行きましょう、ラスト頑張ろう。なんだお相手、イグザミナー、クラッシュブラスター、スプラシューターコラボ、ジェットスイーパーだね。こちら側がホットブラスター、ヒッセン Q、パブロ、ヒーローシューターレプリカ、
うん、まあ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 。やばいのはクラブラだね、やっぱ。よいしょ、よいしょ。ここの壁はマジで塗っとくべきです。いざという時に、ここに矢倉が来た時にね、登れる壁があるだけで、これ塗っとくだけでだいぶ違う。じゃあ、そこにいたのか。さあ、お、エナスタの音。あー、エナスタの音がない。ちょっと上行くわ。オッケー、上からやったわ、やったわ。うおっと、だーっと、さすがにウルショア欲張ったか。30カウント、ワイプアウト。来るよ、攻めっ気が来るよ、攻めっ気が来る、攻めが来るよ。9番ボムでこれをやるとマジで一面濡れます。優秀。さあ乗ろ。クラブラがどこいるかだよな、マジで。あ、いた、あそこだ。もうスプラッシュボムが飛んできた場所からクラブラの位置なんて予想できんよ。まあといっても今回は2つクラブラとね、スプラッシューターコラボの2種類がスプラッシュボム持ってるから一概には言えないんだけど、さっきクラブラがそこにいたこと考えると、お前そこにいるだろうなっていう。はい、ナイス、エナスタ吐かせたぞ、ありがてえ。エナスタ吐かせたの正直偉くね。はいはい、ナイス、オッケー。すげえうまい位置のバリアじゃん。でも僕あそこのさ、イグザミナーを勝ったのマジで偉い。エナスタ無駄消費させたの偉いわ。ナイスー。あれはイグザミとしては敵をね、知らないところでやって誰からも見られてない。うわーすげえ、そのゲソバンプ敵から見られてないだろうからエナスタ使って整えようとしたら飲む前にやられる。なんとも、まああっけないこと切れよの。まそんな悪魔的な魔王みたいな笑い方最近よくするんだよな。ねっ、ということで、今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。まあメインの性能とか性能側が違うだけで、持ってるのはスプラシューターなんで、まあ優秀ですよね。塗りも射程も、塗り射程威力でサブスペともに優秀ですね。強い。皆さんはスプラシューターとヒーローシューターレプリカ両方とも持ってる時、どちらかを通常使いでやる場合はどちらをメインに据えますか、どちらを使いますか。どっちも使え、同じですけど、これはね本当に人によると思いますが、僕はヒーローシューターレプリカが結構使いたくなる方です。でもね、まあ人によるから、そこは皆さんの意見お待ちしております。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。